トイックが最後まで解ききれないとか、英語読むのめちゃくちゃ細い、英語読むのしんどいと思ってる人には非常に有効なトレーニングとなっております。身近な SNS で遊び感覚でサイトトランスレーション Twitter 編をやっていきたいと思います。さあ、あなたは SNS 使いますか？ただの暇つぶしに使ってるようじゃもったいなすぎますよ。英語の面白い話やったら苦痛なく読めそうじゃないですか？今日は身近なツイッターを使ってサイトトランスレーションっていうのをしていきたいと思います。サイトトランスレーションって何やねんって思ってる人もいると思うので説明させてください。別名はスラッシュリーディング、もしくはチャンクリーディングなんて言い方も最近はよくされています。一体何をするのかというと、英文を前から後ろに理解しながら読むリーディング法になってます。すなわち今までみたいに前に戻って英語をもう一回読み直すことがなくなるんですよね。ってことは結局どうなりますか？単純に考えて読み直す時間がなくなるので、英語速読力っていうのは上がってきますよねっていうところです。これはリーディング、リスニング、どちらにも使える手法になっております。今回のサイトトランスレーションは堅苦しいことは言いましたが、遊び感覚でできます。ちなみにサイトトランスレーションについては動画のプレイリストがあるので、ぜひトレーニングしてみてくださいね。では、早速、Let's get started! では、早速まず一つ目、アマンダ・マーカッチさんの投稿を見てみたいと思います。こうやってまあ、開業はされてるものの、6行ぐらいあったら、ふぅって思っちゃったりしますよね。こうならないために、どんどんついつい気になって先に進まないために一旦隠しちゃいますよ。今から一部分だけ英語が見えます。その部分だけを解釈する覚悟で進んでみてください。これが実際のサイトトランスレーションの時の読む分量になります。もちろん個人差はあるんですけどね。じゃあやってみましょう。One minute。さあこれでまあ一瞬ぐらいに訳してもいいですよね。1分とか。さあそして次見てみましょう。You're running around。さあ、あなたは、まあ、走り回ってると。ここで切られたら、どこで走り回ってるのかちょっと気になりません？さあ、そしたら続き見てみましょう。The city from。で、街中を走り回ってるんですよね。で、from がついてるんで、どっからかなっていう情報が気になるわけですね。じゃあ、中身見てみましょう。club to。まあ、クラブですよね。ナイトクラブの方ね。で、どこまで走るんかなと思ったら、次見てみましょう。club。なんで、club to club。なんで、もうクラブをはしごしてるわけですね。はい、そしたら次いきますよ。 Being young and、 まあ若くて、若い状態ですね。若くて、そして Wild and free。 さあ、なので、まあワイルドで、で、そして自由だと、自由でいるんだということですね。 Alright。 さあ、そして次いきますよ。 Then you blink and。 さあ、そしてあなたが blink っていうのは瞬きをするですね。そしてここで切られたら気になりますね。続き進んでみましょう。 You're a parent。さあ、あなたは、これね、parents で覚えてると思うんですけど、それだと両親になるので、自分自身だけのことを言うんであれば、一人の親という形で、a parent の形をとります。では、続き見てみましょう。driving around to。 さあ、今度は運転して車で走り回ってるんですね。どこに行くのか、ここで切られたら気になりますね。じゃあ、次行きましょう。a million stories to。 まあ、million って言ったら100万のことなんですけど、まあ、100万件。まあ、言ってないけど強調表現ですね。さあ、何するためにこんなに行くのか気になりますね。じゃあ次行ってみましょう。 Make a unicorn ostrich Halloween。 さあ、なのでユニコーンでかつ ostrich、 これダチョウのことなんですよね。ダチョウのハロウィン、どういうことなんでしょう。つながってるんですかね。ちょっとこれだけじゃわかんないですけどね。さあ、そしたら見てみましょう。次ね、 costume。 要はユニコーンのダチョウのハロウィンコスチュームを作るために何百万ものお店を走り回ってるという解釈になります。はい、そしたら次行きましょう。 Life is a trip。 さあ、人生は旅だと。はい、次行きましょう。 Man ということで、これはもう全然訳さなくていいんですけど、呼びかける感じだよなっていう感じのイメージです。なので、あっという間だなっていうことですね。タイムトラベル的な意識じゃないでしょうか。Alright! さあ、そしたら復習なんですけれども、復習の回は必要なところを隠して、そこを覚えてるかどうかチェックしながら進みたいと思います。では、いきますよ。One minute, you're running. さあ、街中を走り回るから、これは around the city ですね。で、クラブとクラブをはしごしてということで、何が入ってたかっていうと、from club to club。で、まあ、若くて、ワイルドで、フリーな状態でっていうことを言いたいので、これは being でつなげることができるんですね。being young and wild and free っていうことを言ってました。では次。Then you blink and you're a parent。
そしてあなたは瞬きするとあなたはもう親になってますと。はい、で今度車で走り回ってたんで、その走り回ってる状態をくっつけるのが便利なのがこの分詞ですね。 Driving around to a million stores で、作るためにここに入る前置詞は何でしたか。これは to なんですよね。 To make a unicorn ostrich Halloween costume Life is a trip man っていうことを言ってました。はい、そしたら次いきますよ。 Space Mom、さあ宇宙のお母ちゃんなのかな。さあこうやってあると一瞬やっぱり読みたくないって思っちゃうかもしれないんですけど、ここも全部隠してからやっていきましょう。ではいきます。 Some people go to、 さあ、まあ、一部の人は行くんだよと。ここで切られたらどこに行くか気になりますね。では次いきますよ。 Vegas to、 まあ、ラスベガスに。で中で切られたら気になりますね。何のために行くのか。では見てみましょう。 Gamble、 ギャンブルするために行くんだよと。はい、じゃあ続き見てみましょう。 I order、 私は注文しますと。はい、何を注文するか気になりますね。次行きましょう。 My kid、 先に人が来ました。なのでこの人に、注文してあげるっていう形を取ることができます。なので私は子供のために注文しますと。何を注文するか気になりますね。続きいきます。 A costume from、 さあコスチュームを、で from がついてるんでカラーですよね。どっからかなって気になりますね。いきますよ。 China hopping、 また出てきました。こんな形で願いながらっていう風に状態をくっつけることもできます。願いながら何を願うのかな。次見てみましょう。 It will arrive、 それが到着すること。はい、でこの後なんか詳細ありそうなので気になりますね。次いきますよ。Before、 前に、何の前かな。これはもう想像つく人もいるんじゃないですか。 Halloween っていうことを言うわけですね。意味わかりました。中国だからね、その納期が本当に大丈夫かなっていうことを心配しながら、ある意味ラスベガスに行くよりも博打じゃないかなっていう話ですね。さあそしたらこちらを復習するときに、突然ですが日英再現タイムを取りたいと思います。さあじゃあ今度は日本語が書いてあるので英語を思い出しながら出してみてくださいね。では行きましょう。さあそしたら復習しますよ。一部の人は行く、これこのままでしたね。 Some people go to、 はい、でベガスに何々のためまで出してみてください。 Vegas to でしたよね。でギャンブルするためにだから Gamble、 これでもうできたわけですね。私は注文する、私の子供に、これ語順気をつけるやつですね。 I order、 はい、そしたら私の子供になんで My kid、はい、一つのコスチュームをからまで言ってください。A costume from、 はい、中国願いながら、このながらの部分も言ってくださいね。 China hopping、 それがつくだろうという未来の形でお願いします。 It will arrive、 前になので Before Halloween っていうことを言うわけなんですね。 OK、 お疲れ様でございました。サイトトランスレーションは長い文だけ適用ではありません。ぜひ興味のある身近なものもサイトトランスレーションで読む練習してみてくださいね。聞くのも戻り役をしないっていうことが身についてくると楽になってくるはずですよ。 Thank you very much for watching and listen. See you in our next video. Bye for now. このチャンネルはわいえ、右半身左半身、現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。